皆さんこんにちは、プチケンのおんまよです。今回は、ユニクロとジルサンダーのコラボアイテムのご紹介をしたいと思っています。ちょっとね、争奪戦がすごくて、オンラインではもう即完売しちゃったアイテムだったんですけど、私も当日朝買いに行って、でやっぱりもうお店はオープンと同時ぐらいに入れたんですけど、まあ、並ばずに入れたんですけど、もう中がすごいぐちゃぐちゃで、もう欲しかったアイテムはちょっとその時点では手には入らなかったんですけど、夕方ちょっと別の店舗の方に買いに行って、3着手に入れることができました。で、今日はその3着をご紹介したいと思います。まず1着目がこのシャツですね。シャツはもう本当にこのノーカラーのシャツなんですけど、まあ、ほんとジルサンダーのアイテムすっごいシンプルだなって、ちょっと今回ね、私初めてジルサンダーのアイテムっていうものに触れたんですけど、すごいもうシンプルなんですよ。別になんかこうどこかが尖ってるとかっていう感じではなくて、めちゃくちゃシンプルなんですけど、ところどころやっぱりすごいデザインのこだわりがあって、例えば、まあ、袖だったらこのちょっと長めのカフスがすごく可愛いなと思ってます。であとやっぱり一番のこだわりは何ですかね、このボタンなんですけど、ちょっと近づきますね、ちょっと動画で伝わるかわかんないんですけど、このシェルボタンがリアルで見るとすごいね、なんかこう貝特有なキラキラ感があって、でもそんなめちゃくちゃギラついてるわけでもなくて、何ですかね、こうオーロラっぽいっていうのかな、そんな感じの輝きになってすごく可愛いです。であとはこれ、このね、前が肥沃仕様になってて、この一番上のボタン以外が全部こう隠れるようになってるんで、もう本当にすっきりシンプルに着られるアイテムだなって思います。ちょっとね、着たシルエットとかはまたこの後コーデ動画の方で出したいかなと思うので、要チェックしてみてください。2点目がこちらのハイブリッドショート丈ダウンジャケットです。で、これはね、店頭で羽織った時は正直、いや、ちょっと可愛くないなって思っちゃったんですよ、バサって羽織った時は。でも実際に羽織って前を締めるとこれめちゃくちゃ可愛かったです。ちょっと実際に着用してみますね。私が149センチなので、まあ、ちょっと低身長さんは参考にしてもらえればなと思います。これね、本当に羽織っただけだとすっごいこう私の体型的なものもあって着ぶくれ感がすごいんですよ。でも本当バサって羽織っただけではちょっと私は着こなせないなと思ったんですけど、これが前を締めてあげるともう本当に可愛い。これね、ちなみにボタンもなんかマグネットみたいになってるんですけど、ちゃんとスナップボタンです。で、質感もすごいマットな感じになってて、めちゃくちゃこれも可愛いです。で、実際前のボタンを全部留めてあげるとシルエットはこんな感じ、ちょっとコンパクトな感じなんですけど、ボリューミーな感じでもあって、なんか、ね、やっぱりダウンとこのこの顔周りのボリュームのある襟、これも小顔効果抜群になってると思います。あとはやっぱりね、この袖、この大きい袖、これがもうめちゃくちゃ可愛くて、結局めっちゃお気に入りの一枚になりました。横から見てもこうちょっとね、後ろが長いシルエット、若干長いシルエットになってて、横から見たシルエットもすごい可愛い。で、まあ、前を開けて着る場合はバサッと羽織るだけだったら本当にちょっとね、着ぶくれ感がすごいんですけど、ちょっと今っぽく肩を落としてこうやって着てあげると、カジュアルだけどちょっと女の子っぽい感じになってめっちゃ可愛いと思います。こんな感じです。
で、アイテム自体なんですけど、ちょっとさっきも言った、ね、スナップボタンのところがマットな質感になってて可愛い。可愛いっていうのと、このね、ファスナーのところ。ファスナーもプラス J ってちゃんと入ってるんです。で、このファスナーもあのマットな感じになってて、これもね、すっごく可愛いんです。で、裏はこんなツヤっとした生地感になってます。どう見えるかな？ここにもポケットが実はついてます。で、裏がね、こうツルッとした生地なんで、あの、全然ね、ニット着てもらっても、あの、滑りがすごい良くて、あの、こわつかない、着た時にもたつかない感じがいいなと思いました。で、最後3点目が、こちらの、ウルトラライトダウン風デッドコートになります。これは、あの、ロング丈っていうところもあって、あの、149センチしかない私は普段、ちょっとロングコートは、あのかなり敬遠してるというか、ちょっとうまく着こなせないなと思ったんですけど、これはシルエットめちゃくちゃ綺麗かったです。これは本当に、あの、低身長さんでも全然綺麗に着こなせるかなと思うので、本当おすすめの1枚です。で、これもちょっと羽織ってみますね。これはもうとにかく本当に軽いウルトラライトダウンっていうだけあって、ウルトラライトダウン1着も実は持ってないんで、今回初めて着るんですけど、あの、着てる感じがしないんですよ。本当に。めちゃくちゃ軽い。こんな感じになります。あのね、着て、やっぱり一番感動したのが、このウエスト部分のシェイプ。ここが本当に綺麗だなと思いました。私、ウエスト部分が結構こうコンプレックスというか、ちょっと寸胴体型だなって自分では思ってるんですけど、なんかね、そこをきれいにカバーしてくれるラインになってます。で、横向いた時もあのすごいすっきり着こなせるシルエットになってます。で、後ろもこんな感じ。で、まあ、全体的にダウンなんで、もちろんあったかいし、綿もあのしっかり入ってるんですけど、本当にあの、うん、冒頭も言ったけど、着てる感じがしないぐらい軽いアイテムになってます。もちろん、あの、やっぱりプラス J なんで、これもいろんな細部にこだわりがあります。でもね、あの、裏地は多分普通のウルトラライトダウンジャケットと同じようなツヤとした素材だとは思うんですけど、やっぱりこだわりは、この、前の部分。で、ここにね、あの、グログランテープが貼ってあって、で、ちょっとここが、あの、普通のダウンよりも高級感が出てるかなっていうふうに思います。で、もちろんこちらのダウンもさっきのショートダウンと同じように、ここにファスナーがついてるんですけど、プラス J の刻印が入ったマットな質感のおしゃれなジップになってます。で、あの、ダブルジップなので下からこう上げてもらって、こう前締めても裾だけね、ちょっと開けてあげることができるので、足さばきも悪くないっていうところがポイントになるのかなと思います。じゃあ、こちらのダウンの方も後ほどコーデ動画の方で紹介したいと思います。ブラックのシャツを1枚も持ってないんですけど、すっごいシルエット綺麗。あの、普段シャツ着なくて、シャツも苦手意識があって敬遠してたんですけど、あのね、めちゃくちゃライン綺麗です。あの、すっごい細く見える。ちょっとね、あの、黒パンツと合わせるだけでもう、なんかすごいおしゃれな雰囲気になれます。なんか、あ、私こんなおしゃれやったっけみたいな感じの雰囲気になります。で、サイドこんな感じです。サイドもね、あの、後ろの方がちょっとだけ長いデザインになって、
後ろから見ても多分綺麗だろうなと思います。で、カフスが長いんですけど、カフスの部分をもう折ってるパターンもちょっとね、手首を見せてあげることでキャシャさが出るので、より女性らしく着こなせるかなと思います。こんな感じ。ちょっとね、おしゃれな雰囲気に見えるかなと思います。黒シャツっていうか、その全身真っ黒にした時ってちょっとこう尖りすぎてるというか、ちょっと癖強めな感じに見えたりとかしちゃうこともあると思うんですけど、すごいエレガント、品がある感じに見えると思います。シャツの多分素材感もそうだし、やっぱりなんといってもこのひよこのデザインとこの首のラインのところとか、その本当に細かいところのこだわりだと思うんですけど、今回初めてね、ジルサンダーのアイテムに触れたんですけど、これがみんなが注目する部分かっていうのがすごいよく分かりました。最初は軽く羽織った感じで見せていきたいと思います。こんな感じです。で、パンツスタイルとかだったらもうバサッと羽織ってしまうだけでも可愛いかなとは思います。で、次に肩を落としてちょっと今ポップカジュアルに着るとこんな感じですね。ちょっとね、ボリューム、ダウンのボリュームがすごいので、カバンはちょっとちっちゃめのものを合わせてあげて、で、低身長なので足元はすっきりロールアップして、で、ちょっとマニッシュなシューズを合わせてカジュアルにしてみました。で、最後、前を締めます。前を全部締めて、綺麗な感じの着こなしにするにはこんな感じになります。前を締めた方がやっぱりラインは綺麗かなって個人的には思うので、まあ低身長さんとか小柄な方が着るときとかはこう逆に前を着るとこうスッて落ちるような感じでミニマムなシルエットで着てあげると可愛いのかなと思います。ラストのコーデはウルトラライトダウンロングコートです。で、ワイドパンツに今回合わせてるんですけど、本当にシルエットが綺麗なので全身すっきり見えてるはずです。で、この横向いた時にこのフードさあ、綺麗にね、これちょっと分かるかな、出てるんですけど、このフードのところがこのなんていうんですか、ダウンのこのラインに全部平行になってるっていうか、このフードの立ち方もすごい綺麗だなって思います。丈が、私の身長が149センチの低身長になるんですけど、低身長でも、ちょうどいいかな。ちょっと多分高身長っていうか普通の身長の方が着るよりかは、まあ長めの丈にはなると思うんですけど、でもなんかこう低身長の人って多分ロングコートってこうちょっとね、敬遠するというか着られてる感がどうしても出ちゃうかなと思うんですけど、着られてる感が出ないのがこのコートのすごい素敵なところかなと思います。長いけど長すぎないっていう低身長にも嬉しい着丈になってます。で、コーデのポイントはちょっとくすみのピンクを合わせて大人っぽい感じのきれいめスタイルなんですけど、ちょっとインにね、こんなカバンを仕込んでちょっと今っぽい雰囲気も出しながらコーデしてみた感じです。で、足元は
パンプス合わせなんですけど、ハイソン柄のパンプスを合わせてて、ちょっと強めな印象も取り入れてるような感じです。この動画が参考になったと思ってくださった方は、高評価、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。またコメント欄の方でも随時コメントを受け付けていますので、他にもこんな着こなしが知りたいや、逆に自分はこんな着こなししてるよなどご意見があればどしどしお待ちしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。